ということで、続きましては第1回戦第10試合目を行いたいと思います。近畿エリア B 代表の飯田さん、対するは沖縄エリア代表の風吹さんです。どうぞステージにお上がりください。はい、ということでそれぞれのエントリー曲ですが、近畿エリア B 代表の飯田さんの選曲はレイン、対する吹雪さんのエントリー曲はロッテルターミネーション裏です。さあ、それでは向かい合ったじゃんけんをしていただきましょう。せーの、最初はグーじゃんけんポン、ということで先行は伊達さんになります。伊達さん、はい、プレイポジションはこのままということで、では選曲をお願いいたします。これレインは雨ですね。なんかしっとりした曲のように思いますけど、江藤さん違いますよね。いや、これは J-POP の曲なんで結構聴かせるような曲ですかね。そうですか。なんかもう本当に太鼓の達人って、なんかこのままカラオケ気分で楽しめちゃいますね。そうですね、もう好きな曲いっぱい入ってると思うので、たくさん遊んでもらえて嬉しいですね。そうですね。さあ、ということで伊達選手のレインから始めましょう。選曲をお願いいたします。またご覧の皆様、後ろが通路となっています。どうぞ前の方でご覧ください。後ろの通路はちゃんと開けておいてくださいね。まあ、それでもはみ出ちゃうという方は後方のエリア空いていますので、そこでご覧ください。続きましては2曲目移りましょう。今度は沖縄エリア代表の吹雪さんによりますロッテルターミネーション裏ということなんですね。さあ、江藤さん、はい、これどうやって練習したら上手くなるんですか？そうですね、楽しく遊んでれば自然に上手くなるっていうのが一番の近道ですよね。楽しみながらやるというのが秘訣なわけですね。と、はい、いうことで、吹雪さんのプレポジションはこちらになります。それではロッテルターミネーション裏で2曲目参りましょう。おしまい、また遊んでね。ちなみに江藤さん、つぶやいてる場合じゃないですよ。はいはいはい、ロッテルターミネーションのこの裏と思っててはまた難しさが違うんですか？そうなんですよ、裏っていうのがですね、曲は一緒なんですけど、基本的には曲一緒なんですけど、はい、流れてくる譜面の内容がちょっと違ったり、ね、あ、なるほど。得意不得意も裏を持ってて全然同じ曲でも違ってくるわけですね。そうなんですよ。はい、ということでありがとうございます。引き続きつぶやいてください。わかりました。ただいま2曲目です。2曲目はロッテルターミネーション裏です。それではスタート。
遠藤さん、ハプニングありましたね。大丈夫ですか？いや大丈夫ですかね。ねえ、やっぱりちょっと焦っちゃうね。もう気持ちが高まってつるんと熱いっちゃうんですよ。そうですね。そういうこともあるんですね。そこも含めて試合と、ね、そうなんですよね。何が起こるか分かんない。ステージ上には悪魔が潜んでます。さあ、ということでただいま集計結果待ちです。さあ、ということで勝者はキンキエリア B 代表の伊丹さんです。おめでとうございます。それではお戻りください。さあ、ということでいよいよですね、第1回戦も最後の試合ですね。第11試合目を始めたいと思います。千葉エリア代表の MJ 監督アットマーク5行エムズナさん、対するは北関東エリア代表の P さんです。どうぞ。さあ、元気よく上がってもらいました。ではですね、それぞれの選曲を紹介したいと思います。まずは MJ 監督アットマーク5行エムズナさんの選曲はWBXW ボイルドエクストリーム。対する B さんの選曲はまた埼玉2000です。さあ、ということで先行後攻を決めましょう。いいですか？最初はグーじゃんけんポン。お、あいこでしょう、あいこでしょう。ということで先行は MJ 監督アットマーク五行エムズナさんからです。後から高校、あ、失礼いたしました。ということで先行は B さんの方ですね。ではプレイポジションを選んでください。左側、気合が入っております。左で大丈夫ですか？はい。ではそれではですね、また埼玉2000の曲をエントリーしてください。さあ、どっちに女神は微笑むのでしょうか。カメラ目線 OK です。はい。またご覧いただいている皆さん、お願いがあります。ステージ中央寄りで見ていただくのも結構なんですが、向かって左後方のエリアの方もぜひですね、前の方でご覧いただいてよろしいですか。はい、どうぞどうぞ前の方でご覧ください。横に広がってください。お願いいたします。さあ、ということでまた設定ミスありましたが大丈夫ですか。はい、ということでまた埼玉2000選曲をお願いいたします。間違ってもパチを落とさないようにしっかりと握ってくださいね。はい、ということでお調子者の MJ さん大丈夫ですか。はい、叩いて選んでね。鬼、鬼で遊ぶの。さあ、ということで体調も万全だそうです。選ぶ曲はまずは1曲目、また埼玉2000ということでスタートさせましょう。それではスタートです。さあ、始まるの。Let's go!
DJ 監督アットマーク5行 M ズナさんでした。さあ続きまして2曲目いきましょうか。2曲目ということで、まずはプレイポジションを決めてください。はい、MJ さん、どっち側に立ちますか。同じく右側ということで、では MJ 監督アットマーク5行 M ズナさんの選曲は WBXW ボイルドエクストリームです。さあということで、すごいですね。江藤さん、はい、江藤さんは太鼓の達人やられるんですよね。もちろんやってますよ。もうどうですか、江藤さん自身もこのレベルでしょ。いや僕がここに入ったら余裕で優勝しちゃうんで、ちょっと混じったら、あ、逆にちょっと自信満々のコメントですけど、はい、ちょっとそれは対戦したくなっちゃうじゃないですか。さあということで2曲目参りましょう。 WBXW ボイルドエクストリームです。さあこれ初めての曲ですね。3曲があるんですね。それではスタートさせてください。いいですか、心の準備は。はい、スタート。この曲で遊ぶの。さあ始まるの。MJ さんね、かなり掛け声も入ってましたけど、もう楽しんでましたよね。いやー、もうまさに楽しく演奏してるって感じが、はい、最高です。なんかね、まだまだこうステージに残りたい気持ちは分かるんですけど、そろそろ降りていただいていいですか。はい、どうもありがとうございます。さあということで、以上で第1回戦すべて終了となります。それではここで一旦休憩を挟みます。再開は15時5分、午後3時5分より再開いたしますので、それまでにお戻りください。それではまた会いましょう。